ジア海館公益社団法人日本建築家協会は建築家で構成する公益法人である。1947年に日本建築設計管理協会として発足。1955年の国際建築家連合への加盟に伴い、翌1956年に改組改名して日本建築家協会となる。その後、 日本建築設計管理協会連合会と合併し、1987年に新日本建築家協会となり、1996年に名称を日本建築家協会と変更し、現在に至る。再発足した新日本建築家協会では建築家の職能のを目指す団体で約7000人弱の会員によって構成されていた。 その後、建築家の職能原則5項目を改めて提示し、PR に努めており、建築家は依頼者及び社会の期待に応え、人と人を結ぶ、美しい快適な環境利を目指し、建築の精神によって絶えず新たなる創造へ向かい、人間の幸せに寄与しますとし1、依頼者及び社会公共への責任。2、専門家としての資質と、検算。3、 自由と独立の立場。4. 権利と利他主義。5. 職能団体という以上の5項目を掲げている。本部は東京都渋谷区神宮前2の3の18に所在する寺や会館にあり、支部は寺や会館を含めて10カ所ある。公益社団法人に移行した2010年に制定された定管によれば、正会員は一級建築士の免許登録後5年。 以上設計管理業務を行ったものとされる。一方、移行前の定管においては、一級建築士の免許登録は要件とされていなかった。旧定管に基づき正会員となったもので、新定管の要件を満たさないもの,の会員資格の取り扱いについては、定管には明示されていない。ありがとうございます。